はい、どうも、ケニーです。ってことですね、今回なんですけども、新調フェス、ロジャーと、はい、いうことで、今回新調ロジャー、しかも黒のゲッター、マジでこれは強い。もうこれはね、もう絶対引くべきキャラになってきます。はい、なんでね、ロジャーのスキルを見ていきたいんですけども、まずスキル1が無敵スキル、そしてダメージカットを無視します。はい、これはめちゃくちゃ強いね。でダメージカット無視するっていうことは白ひげとかね、めちゃくちゃ大ダメージ与えることができるし、ここに書いてある通りディフェンダーに対して当たるダメージも、増加します。そして与えて吹っ飛ばすので吹っ飛ばし効果もあるということで、これは強い。そしてクールタイムも早すぎる。そしてスキル2がカムサリなんですけども、これチャージスキル、みたいな感じで、長押ししてるとですね、こう移動していく、スピードなんですけど、めちゃくちゃ速かった。移動がめっちゃ速いゲッターとして、まあ今回出てきたと。はい。で、これはですね、敵に、割合ダメージを与えて一定確率で気絶状態を付与する攻撃が発生する。さらにスキル発動中に、減少したダメージ、まあカットした分ですね、敵に与えるダメージが追加されると。これ前回の、まあ、ロジャーの、チャージスキルと一緒ですね。はい。そして、この、今回、カムサリ、攻撃、貫通です。はい。まあ、なんで、ロジャーで、このスキルで、シーハタに、初手突っ込んで取りに行くことができる。そのまんま、スキル2でね、裏取りをかますことができる。もう、移動も最強、スキルも最強と。はい。これ、マジで強いわ。はい。もう、これはまだ、引きましょう。はい、もう絶対に引きましょう。はい、そしてですね、キャラ特性になってくるんですけども、これもまたえぐい。キャラ特性、気絶状態を無効化。敵から KO されるダメージを受けた時1回だけ体力が15%なので、不死身特性もついております。はい。で、敵を無視してお宝奪取をできる。はい、もうまたもうついてるよ。キドロで散々やらかしたけど、今回もついていると。そして自分がお宝を出し中、敵からダメージを受けたとき、3回、お宝を握ってるときにですね、3回だけ、気絶状態を与えることができる。なので、握ってて、エース&ヤマトとかね、まあ、攻撃したときに気絶が入ってしまって止めることができないと、いうね、特性がついてると、はい、いう感じなんで、まあ、気絶状態無効のね、キャラクター、まあ、ゾロとか、あとシャンクスとか、まあ、ここら辺にはね、ちょっと効いてこない部分になってくるんですけども、はい、それ以外のキャラクターには、しっかりと効いてくると、った形です。はい、そしてですね、これがまたやばいと。敵チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージを 30% カット、かつ敵から付与される行動不能による状態上無効化と。はい。今ね、白ひげでね、行動不能をかなりかけられてしまってるんですけども、そういった、行動を止める、動かなくするものをすべて無効化と。はい。ただ、限定として敵チームのお宝エリアにいる時のみになってきます。はい。十分すぎる。ゲッターなんて基本的に敵陣にいるんで、強いね。はい。そして、特性2、敵から最大体力 20% 以上のダメージを受けた時、体力が 30% 回復するっていうことで、まあ、基本的にロジャー、パーセントがかなり低く、結構ね、まあ、弱さを持ってる、感じなので、ここはですね、かなり回復していくんじゃないかなというふうに思ってます。はい。まあ、なんでね、ここもね、実際試してみて、どれぐらいの耐久値、どれぐらいずっと回復してるのかも、見ていきたいですね、明日よね。はい。敵を気絶状態にした時、攻撃力が10秒間 50% も増加します。はい。この 50% 増加っていうのは、まあ多分ね、もうやってる方ならわかるんですけども、めちゃくちゃ上がります。50% はえぐいです。はい。なんでしっかりとね、気絶状態にした時に、かなり有効に戦っていけるキャラクターになってると。マジで強い。さあ、で、そんな中で、一応ね、先にね、まあレイリーの話をする前に、まあ上がりそうなキャラクター、評価が上がりそうなキャラクター。まずは気絶状態を無効化するレッドシャンクス。はい。レッドシャンクスはですね、気絶状態が無効化してくるので、ここをね、しっかりと、ロジャーを止めることができると。しかも通常吹っ飛ばしがあるんで、レッドシャンクスの株は、間違いなく上がってくると思います。はい。そして、二人目がですね、ゾロチン。はい。このエンマゾロがどうなってくるかなんよ。
特異属性に対してヨロケムコを持っているキャラクターなので、これがヨロケムコを持ってたらかなり評価上がると思います。しかも、ゾロにはね気絶無効っていうものを持っているので、そこもさらに強くなっていけるんじゃないかなということで、まずはレッドシャンクスゾロ、そしてディフェンダー、これも確実に白ひげを潰しにかかってるので、白ひげもねほぼほぼの確率で降格すると思います。はい。で、さら、その中で上がってくるキャラクターが、ニカになってきますね。はい。ニカが、最強ディフェンダーの座を取りに来るんじゃないかな、というふうに思います。なんて言ったって、このロジャーをしっかりと止めれる。やっぱりね、気絶が入らない、状態上向こう持ってるので、それがいけると。で、あと、吹っ飛ばしとかもあるんでね。はい。そして、キドロも、ニカは止めれてしまうので、もうニカが、もう、ね、多分最強ディフェンダーの座を取るんじゃないかなというふうに思います。はい。そしてワンチャン出てるのが、クラッカー。はい。クラッカーも再度評価が上がるのではないかなと。はい。やっぱ状態上系にはね、強いキャラクターになってて、そしてダメージカット無視を持っているので、ロジャーはですね防御力上昇っていうものを持ってないので、そこをですねしっかりとクラッカーでとどめを刺していけるんじゃないかなというふうに思います。はい。これがですね評価上がってくるキャラではないかなという感じですね。はい。なんで一旦ね、ここでロジャーの話を終わり、レイリーの方に移りたいんですけども、こちら、はい。レイリーのスキル1がですね、これクールタイム26秒で、遠距離にいる、敵に向かって突進してダメージ与える、っていう感じですね。まあなんでこれはね正直旗の外に出てしまうので、これもどうかなという感じですね。スキル2、超えないことを進めると。スキルボタンを押してる間、敵から受けるダメージをカットすると。まあ、これもね、ロジャーと一緒ですね。はい。似たような感じになってるんで、ただね、どっちのスキルも吹っ飛ばしがないので、まあね、キドロ、そしてロジャー、ちょっとね、微妙なラインにはなってきますね。はい。そして、レイリーの性能を見ていくと、今回このレイリーに関して言うと、超過を持っておりません。はい。なんで、今の環境、ロジャー、そしてキドロがいる中で守っていくの、かなりきつくなってくるかな、というふうに思ってるんですけども、一応ね、敵を無視してお宝ゲージを回復できることができるので、そこでちょっと頑張っていくのかな、という感じですね。はい。で、そして、レイリーならではの、やはり、ジャスト回避時に中距離にいる一定範囲内の敵に気絶状態を、5秒間付与すると。ただまあ、これはロジャーには効いてこないから、で、キドロのローにも効いてこないので、って感じやな。はい。で、出現時に防御シールドを、耐久値最大体力の 10% 持っております。で、この防御シールドがね、もう皆さん歌とかでね、もう十分、分かってらっしゃると思うので、まあ、ちょっと割愛していって、その、シールドをね、回復していくために、ジャスト回避。はい。で、今回のレイリーも、しっかりと無限ジャスト回避がね、可能になっております。はい。で、なんで回避、ジャスト回避をね、2回取ったらもう、全回復と、言った形になっております。はい。で、このレイリーに関してで言うと、まあ、誰にめちゃくちゃ強いのかっていうと、そうなんですよね。おでんになってきます。はい。この、それが特性2なんですけども、特性の2の一番下に、KO されるダメージを受けても残り体力1で耐える、耐え続けるを無効化にします。はい。なんで、レイリーはね、おでんに非常に強いと、言った形になってるんですけども、まあね、全体のキャラクターを見て、レイリーがね、環境最強ディフェンダーを取ることは、まあ、間違いなくないでしょう。ちょっと環境に入ってくるかも、ちょっと微妙かな、いうふうに思います。はい。めっちゃ、感じでですね、今回、新ロジャー、そして新レイリーが来て、明日の14時から、ガチャ開始になってきます。はい、なんでね、ぜひともそこでいろいろ検証して、やっていきたいと思うんですけども、まあ、間違いなくロジャーが覇権を取ります。